はい、もうちょっと直哉さんに怒られるかな。井上尚弥選手とのスパーリングをされてたりとか、はい、あと柏木選手と対戦されたことがあるということで、はい、近いうちに正式決定すると思うんですけども、井上尚弥さん対柏木の、選手のですね、試合予想をしていただくには一番いい方なんじゃないかなというふうに思いまして、はい、ちょっと今回撮影させてもらってます。柏木選手と対戦されたのが、1年ちょっと前ぐらいですね、はい、はい、いうことなんですけど、もう一言で言うとどんな選手だったでしょうか。まあ、強いっていうのと、まあ、上手いっていうのがこう混ざった選手というか、まあ、細かい技術っていうのはそんなに感じないんですけど、自分でやりながら編み出した上手いっていう技術が結構ある選手。はた目で見てるとかなりこうガンガン行くタイプで、特に山下さんの試合、山下さんとの試合なんかに関しては、その左のジャブよりも右のパンチの方が多いんじゃないかっていうぐらい、そうですね、ぶんぶん振り回してくる感じで、あまり映像からするとうまいっていう感じは伝わってこないんですけど、でもやるとやっぱりうまいなっていう感じが。それをできるっていうことはやっぱりうまいってことなんで、やっぱり僕も、まあ、誰でも見てて、あのボクシング見て勝つためにはって言ったら、やっぱその間の隙を狙うとかっていうになると思うんですけど、やっぱりそこを狙っても当たらない、もうそこを狙ってくるの分かってるんで、なんかやっぱ大振りな分カウンター取れそうな気がしますけど、相手もそれが分かってるからそれをさせないような。そうですね、まあやっぱりずっと後ろに重心があるっていうのがやっぱりキーポイントで、後ろに重心があるんで遠く感じるんで、まあ、まだ届かない、やっぱりこっちは感じるところからやっぱり躊躇なく飛び込んでくるんで、だから当たるっていう。普通の人だったら、あ、当たるかな、当たらないかな、合わせられるかなって警戒しながらだと思うんですけど、こう行くって決めたら、バーンってもう何も考えないみたいに飛び込んでくるんで、だからあの大振りで世界レベルで戦って、まあ、なおかつ勝っているんだと思います。で、一転してそのテテ選手との試合なんかですと、やっぱもう、左利きのテテ選手とこう距離をちゃんと測りながら慎重にやってるところもやっぱあると思うんですね。で、二面性がやっぱあると思うんですよ。できないからやらないんじゃなくて、できるけどやらないみたいな、そんなところなんですよ。そうですね、やっぱり普通のボクシングをさせたら、まあ当たり前かもしれないですけど、やっぱりそれも一流なんで、やっぱりそういうのができる上で、その違うことでも世界レベルにいるっていう選手なので、まあ、当たり前にみんながやるようなことは当然できるし、まあ、その中に違うスタイルが、まあ、加わってるからそれが生きる。少しカシメロ選手の試合を見た方だと、ラフファイターなのかなっていうような印象がまず第一に来るんですけど、やっぱり山下さんのイメージとしては、その慎重に戦おうと思えば戦えるけど、それあえてラフでやってるみたいな感じです。そうですね、まあそのラフ、まあ、まず持ち味がパワーっていうのは自分で分かってると思うんで、まあ、そのパワーを生かすためにラフファイト、相手をそういう自分の流れに引きずり込めるっていうのがまずすごいことだと思うんで、おそらくやれば、まあ、普通の選手ができるようなことは当然一流の技術は持ってるなっていうのは感じましたね。で、結局今皆さん注目されてるのはその突き抜けた部分、パワーが売りだって思い切りの良さが特徴だって話ですけど、それがこう今度の試合でこう井上尚弥さんに届くかどうかというところで、まあ、正直言って全体的な評価としては、まあ、井上尚弥さんの勝ちだろうと、そうですね、予想している人が実際多いですし、まあ、私もそう思うんですけども、その実際に対戦された山下さんから見て、そのカシメロの得意分野の一点突破で、井上尚弥さんを倒す可能性はどれぐらいあるのかっていう、すごく低いと思いますけど、なんでそのカシメロが勝つ可能性がこうゼロではなく上がるのかっていうと、やっぱりその直哉さんが自分から行く選手だからっていうのがあって、まあちょっと被弾しても自分から出ていくっていうところが結構どの試合でもあるんで、まだ相手が元気な時に
自分からっていうのがあるんで、まあ、そこでカシメロがもしも当てることができれば可能性はなくはないって僕も思うんですけど、まあ、ただそれをどの相手でもやり方を変えないほど直哉さんももちろん考えない人じゃないと思うんで、カシメロ相手にそれをやってしまうのかどうかは分からないですけど、まあ、相手を見てやり方を決めてるとは思うので、むやみに行くっていうことはしないと思うので、セオリー通りのパンチがカシメロから飛んでくることはないので、うん、サウスポーになったりもして、そうですね、サウスポーの状態から強いパンチも打てるんで、なんで直哉さんもやっぱりちょっとそこは落ち着いてみると思うので、だから初回とかに大きいのをもらうことはなさそうなんじゃないかなって思いますね。ちょっとさっきも話しましたけど、カシメロ選手とその今話したようにスイッチしたりとか、はい、割とやっぱこうテクニシャンな部分、その後ろ重心だって話もありましたけど、その辺ちょっと解説してもらえますか。なんか僕は実際に6ラウンドをやってて手を合わせて感じたのは、テクニックとか技術とか作戦とかっていう言葉がしっくりくるっていうよりも、戦っていく中で身につけたっていうやっぱり感覚があって、単純に戦う中で、あ、こういう場面ではサウスポーにした方が当たるな、もらわないなっていうのを少しずつ学んで作り上げたんだなっていうのがあるんで、まあ、先に頭から入ってる情報じゃないから自然と体が動くのかなっていうか、実践に役立つ技術を実践で学んでいってるような雰囲気を感じてるという。そうですね、もう本当に戦う中で身につけていった技術なんだろうなっていうことばかりなんで、教科書には載ってないような戦い方っていうことができるのかな。あれですね、イメージ通りな部分とそうじゃない、やっぱやってみた人じゃないと分かんない。そうですね。なるほど。直接的にどんな人なんですか、その例えば試合が終わった後の雰囲気とかってどんな感じでしたか、橋本さん。まあ試合始まる前も、はい、始まる後も、はい、いい人ナイスがいいみたいな。あ、そうなんだ。まあ、あのアムナットとやった時の第1戦はアムナットがすごい反則のオンパレードでみたいな、で第2戦で倒した時にあのベロ出してる写真あるじゃないですか、倒れてるアムナットに向かって、あれを見てて嫌なやつだったらどうしようかなって思ってたんですけど、もともとはいい人です。あの井上尚弥さんと、2ヶ月くらいスパーリングパートナーをやってらっしゃったので、はい、2ヶ月だと何ラウンドぐらいやったんですか。何ラウンド、1回やっぱ多分4ラウンドとかで週3ぐらい行ったんで。結構行きますね。それはいつ頃のお話なんですか。尚弥さんが世界タイトルのスーパーフライ級か何かの世界タイトルの前で、あの相手がこうやってガードしてる上から打って、上から打ったのに相手が倒れるったっていう、なんか衝撃映像みたいな試合の前だったんで、あのパレナス選手とのスーパーフライ級の世界タイトルの前ですね。他の方のお話とかも聞くと、こう井上尚弥さんってこうスパーでもかなりガチだと。そうですね。ま、あの普通の人じゃなかなかスパー相手が務まらないぐらいだっていう話を聞いたことあるんですけど、その辺聞くとしよう、他の人とスパーリングしてるのと井上尚弥さんとスパーリングしてるのとどういうふうに違いますか。いやースーパーフライ級の時から3階級とか上のフェザー級とかの選手を呼んでスパーリングやってたんでっていうのを聞いてたんで、僕がお願いできるかなって大橋会長からお願いされた時に、何のつもりで言ってるのかなと思って、フェザー級の選手がやっとスパーの相手が務まるっていう風に聞いてて、そのフェザー級の選手が怪我したとか聞いてたので、僕その時スーパーフライ級だったんで、同じ階級だったんで、なんでスーパーフライ級なのに僕に声がきっとかかったのかなと思って、なんか狙われてるのかなと思いました。でも何階級も上の選手でやっと互角みたいな感じなんですか。そうですね、ちょっとあの相手のパレナス選手がフィリピンかなんかの選手なんで、多分肌の色が似てるから呼ばれたのかなと思って。そんなことはイメージトレーニングのために呼ばれたのかな、もうそれしか理由が見当たらないなと。あれはあんまり体格的に違いすぎると実際にちょっと距離感がとか、そうなんです。スーパーフライ級の選手とかってもちろん耐久力もスーパーフライ級の選手なので、フルラウンド持たない
4ラウンドやろうとしてても1とか2でもう持たないっていうので上の選手が呼ばれてるっていうのがあったみたいで、なんか恨みでもあるのかなと思ってずっと言ってましたね、週3日ぐらいで。え、大丈夫だったんですか、その話聞くとなんか危険そうな感じですか。そうですね、なんか分かんないですけど、僕は丈夫なのか怪我とかはしなかった。まあ何ラウンド今日お願いって言われてやって、その何ラウンドって言われたラウンドができなかったことは一回もなかったんですけど、まあまあ見たことないぐらいに怒られたんで、 3,4 人に囲まれて怒られてるのかなっていうぐらいなんかおかしいなって思ってたんですけど、でもまあ大橋会長は確かにボコボコにやられてたけど、あんなに気持ちのある選手見たことないって言ってくれて、あんだけやられたらもう普通は途中でやめるし、次から来ないって、次から来れないですって断られるんだけど、最後まで向かっていって、でその2ヶ月やりきったっていうのはもう日本人でも外人でも見たことがないし、まず同じ階級でっていうのがもう信じられない、お前だけだっていうふうに言ってくれて、まあその時に耐久力だけはあるのかなって自信持ちましたね。でもあれやっぱちょっと噂で聞いていくと、こう井上尚弥さんとスパーリングできるって聞いたら喜びそうなもんですけど、あまりにこう差があるので、こう嫌がる人も多いみたいな話は、まあ、まずオファー出してスパーまで行けるのが少ないっていうふうに大橋会長にはその時聞いてて、断られちゃうんですね。そうですね、まずやっぱ最初みんなえって光栄って思って行って、うん、やるらしいんですけど、もう怪我するからやってられないよって続かないっていう、本当にスパーリングをしてるっていうよりもなんか人間型のミットになりにいってるみたいにみんな感じるみたいで、そうですね、まず受けてもらえないっていうのはよく聞いてましたね。逆によく受けましたね。そうですね、僕はなんか自信があってみんなそんな感じになってて、絶対俺だったら最後までやるし、なんならちょっといい勝負してやれるんじゃないかって思って行ったんですけど、ただ怒られました。じゃあ実際こう手を合わせてみた方だからこそやっぱ分かる、その井上尚弥さん の, その強い理由というかいうところはどのようにお考えですか。まあ尚弥さんの強いところっていうと、まあ、全てのレベルが他の選手とは、まあ、かけ離れてるんで、あの強さの秘訣っていうのは負けを恐れることのないところが怖さに感じることがあって、今そこで尚弥さんが打ってきたら自分も打ち返せるのになってタイミングでも躊躇なく平気で打ってくるんで、まあそういうリスクを冒してるからこそ、まあリターンに結びついてるかなっていうか、やっぱりその自信があるっていうのもあるとは思うんですけど、それを恐れないっていうのを1回1ラウンドとか経ったら分かるんで、それでもう今度こっちが手出すのを躊躇するようになってしまうんで、でさらに相手は手数が出なくなって一方的にやられるだけになるのかな。その実際に食らって感じたそのパンチ力っていうと、フェザー級以上あるっていう話ですけど、どうですか。フェザーの選手たちよりもまあ、全然フェザーの中でパンチある選手よりもパンチはあるんで、もうちょっとなんて表したらいいかわからないです。なんでそんなにパンチ力あるんですか。まあやっぱり全身を効率的に使えてるからだと思うんで、多分腕力とかだけであんなに力は出ないんで、僕が一番思ったのは踏み込みに躊躇がないことがやっぱり足の力を使えて、足のジャンプ力というのも使えるんで、普通の選手だったら入ってから打つといったら体の止まってるところからの体の力だけだと思うんですけど、その飛び込むっていう地面からの力も使えてるから、あのパンチ力が出るのかな。まあみんな試合というか計量、まあ同じ体重なんで、同じ体重であれだけの違いがあるってことは、まあ他の選手でもできるってことなんで、やっぱ小さい頃からこう学んできた、うん、体重移動とか、そういう体重の乗せ方というか、そうですね、まあ、僕は
自信があるからできるんだなってやっぱり思いましたね。やっぱり自分も格下の選手とかとこう軽く手を合わせてる時って何も怖くないし、たとえ同時に打ってきたとしてもどうにでもできるっていう思ってるんで、躊躇がなくボクシングができるんで、多分直哉さんは世界レベルの選手とやってもそう思えるぐらい、そう思う余裕があるぐらいの練習をしてきてるんだなっていうのは思いますね。その普段の練習とかもすごいやっぱ練習量が豊富だったりするんですか？やっぱり質で練習してるのかなって僕は、まあ同じジムじゃないんで毎日一緒にいるわけではないですけど、行ってた期間っていうのは時間は決して長くないんですけど、常に何か考えて練習はしてるなっていうのは感じました、ね、ただ言われたことをこなすだけっていうものは、直哉さんにはそういう時間は1ラウンドもないのかな。シャドウしてる時も常に何かをやろうとしていて目的を持ってやっているしっていうのは練習を見てて感じましたね。あとやっぱり井上尚弥さんってすごいあのフォームがこう崩れないというか綺麗というか、この間のドネア戦でやっとそう皆さん長期戦を見たというか、いう世界レベルだとやっと判定の試合があったんですけど、なんか後半になってもやっぱりこうフォーム崩れるじゃないですか、誰でもスタイルが、そういう感じがあんまりなかったですね。ちゃんと構えて打ってっていう、多分みんなフルラウンドやるスタミナぐらいは持ってると思うんですけど、なんでみんなへばってるかっていうと、やっぱり気持ちの面で、気持ちの面の疲れが練習とは違うから、単純に精神的な疲労がそこに加わってると思うんですけど、多分直哉さんは余裕を持てる状態で試合をしていると思うので、精神的な疲労っていうのがそんなにないのかな。近々正式決定するだろうという、井上尚弥さん対カシメロの試合予想、どちらもですね、お二人とも手を合わせた方って本当に少ないというか、そうです。カシメロさんと対戦されたのは多分ね、日本だと山下さんだけなので、山下さんだけ語れる部分もあるんじゃないかなと、見てる方に、山下さんの、対戦予想、こういう感じでこうなるんじゃないかというところをご説明いただけますか？勝敗でいうとやっぱり尚弥さんが KO で勝つっていうのは揺るがないものだと思うんですけど、まあ何があるかわからないっていうのは、まあ、ボクシング全部言えることなんですけど、特にカシメロ相手だと何が起こるかわからない。で、直哉さんが自分から行く人なので、それを2つが合わさった時に何が起こるかわからないっていうところくらいしかカシメロに勝機はないのかなって僕は思います。じゃあ、ちょっと交通事故的な、そうですね、直哉さんが、まあ、相手がまだ元気なうちにリスクを犯して自分から出ていくっていうことをしたタイミングで、まあカシメロが大振りのあの右フックが当たったら、そんな特定の状況が起こるのかなっていうのはありますけど、まあ、でも何が起こるか分かんないと思ってそうです、ね、そうですね。なんでカシメロに希望を僕が持てるのはそこだけですかね。他に直哉さんに通用すると僕が思えるところはないので、希望としてはカシメロに勝ってほしいです。僕カシメロとやってフィリピンでやって6ラウンドやったんで、まあできれば6ラウンドより短いラウンドでカシメロには勝ってほしいです。自分の株が上がる、はい、もうちょっと直哉さんに怒られるかな。分かりました。まあちょっとドネア戦もね、割と戦前は井上尚弥さんの楽勝じゃないかっていう予想がありながら、ドネア選手が逆にこう頑張ったというか、判定っていう予測する人はあまり少なかったながらも結局判定になっちゃったんで、まあそういったところも含めて気になってる方もいるのかなと。まあちょっとカシメロが最後まで集中力が持つかっていうのも、カシメロ判定だと結構負けますからね。そうですね、まあカシメロなんで、その長期戦になった時に、まあ、その集中力が切れると思うんですよ。やっぱり一回途中で試合投げて、試合途中なのに自分のコーナーの方に続いて相手に背向けて帰ってる試合とかも過去にあるんで、
もう気持ちが切れた時に、あ、もういいやって言って試合を捨てることが、まあ映像を見たことあるんで、まあそなのでその集中力が最後まで続くかどうか、まあ前半でも直江さん優位だし、中盤後半になってもその集中力のそがれた時に直江さんは見逃さないと思うので、いやまあ総合的に言うと、まあ予想としては、どうでしょう、井上尚弥さんの前半 KO 勝利ってことですか。まあすぐにこう尚弥さんが出した一発目から当たるかっていうと、やっぱり重心が後ろにあるんで距離が遠いんで当たりづらいと思うん で出てくるタイミングはでも見えるんで、あ、来るっていうのは分かるんで、まあそこに尚弥さんが出していって自分のペースに引きずり込んでいくっていう流れにはなると思うので、まあパンチがカシムロに当たらないっていうことはないです。それははい、じゃあ今ごめんなさい、インタビューさせてもらってるこちらのスペースについてなんですけど、はい、これどういったところなんですか。これは僕の先輩がやっているお店でイベントスペースなんですけど、結構みんながそれぞれやりたい目的があってフラッと集まってるっていう感じで、軽く食事をするなのか話をするなのかで、ここは練習もできるので、まあ、今ちょっとコロナの影響でちょっと僕コロナにビビってって自粛してるので、ここで体を動かして練習、軽い練習くらいはさせてもらったり、まあ本当にみんな目的はそれぞれだけど、ここに来れば誰かいるっていうところです。でなんか、今着てらっしゃるやつもそうですけど、 T シャツの販売かなんかされてるんですか。そうですね、ここ、はい、僕の先輩がデザインとかも販売で、これ何行ですかそれ。これソースって言うんですけど、 SOCE、 はい、これソース、はい、なのでまあ僕入場でもこれ着させてもらってて、そうですね、まあ、先輩がデザインから全てやっていて、練習も試合もこればっかり着てます。